ようこそ神福本選手。はい、どうもプレイです、今回ですね、川崎フロンターレに新たに京都サンガ FC から神福本直人選手が加入することが決定いたしましたんで、はい、それについて話していきたいと思います。はい、そして合わせてね、伊坂善印選手がね、フロンターレからモンテデオ山形に完全移籍されることも発表されましたんで、はい、それも合わせて話していきたいと思います。はい、でまずね、神福本選手がフロンターレに加入したということで完全移籍で、まあ神福本選手はですね、まあちょっと経歴からいきますけど、まあ現在33歳で、まあ大分トリニータでプロデビューして、ね、何チームか渡り合って、まあ今シーズンからね、京都サンガ FC でプレーされて、はい、まあフロンターレもやられましたし、はい、非常に素晴らしいゴールキーパーですし、まあ攻撃的ゴールキーパーとして名を馳せていますし、まあフロンターレはね、ハイラインを敷くチームなので、まあそこで裏がね、やっぱ広いエリアがね空いてしまうので、そのカバーも含めてね、本当に素晴らしい補強だったと思います。そして足元もつなぎ技術ありますし、名前の神福本の上の字をね、神様の神と書いて、その神福本とね称されるぐらい、本当にセービングにも本当に定評がありますんで、まあ非常に、フロンターレとしては、まあ年齢的にも理にかなった補強になったんじゃないかなと思います。はい、これで、チョン・ソヌ選手から神福本選手へバトンタッチして、まあ今シーズンでバトンタッチするのかなと思いますし、まあそこから早坂選手が成長を遂げて、そこにまたバトンタッチするっていう流れがね、ある程度見えてきた補強になったんじゃないかなと思います。はい、本当にいずれにしても素晴らしい補強だと思いますし、フロンターレのスタイルに合った、はい、選手だと思うんでね、今シーズンから、まあ来シーズンか、来年から期待したいと思います。はい、ということで、まずは神福本選手ようこそという話でした。はい、そして、伊坂善印選手がモンテデオ山形に完全移籍されるということで、まあ、三笘選手や旗手選手らとね、同期で入ってきましたけど、まあ、なかなかフロンターレでは出場機会をもらえず、ただピッチ外ではね、やっぱり持ち前の明るさでフロンターレを活気づけてくれていましたし、まあ、本当に素晴らしい人間性を持ったね、プレイヤーですし、プレーとしても、まあ、昨シーズンはね、横浜市にレンタルで移籍したんですけども、まあ、そこでは本当に主力としてプレーされていて、本当に昇格に貢献していましたんでね、本当プレイヤーとしても、ね、一流ということも証明しましたし、まあ、来シーズンからモテデオ山形でのプレーになりますけども、まあ、そこでも間違いなく主力としてプレーして J1 に上げてね、そこでまた轟きで再会できることを楽しみにしたいと思いますし、まあ、伊坂善印選手も頑張ってください。応援します。はい、ということで、まあ、今回は2つのニュースについて話してみました。はい、まあワールドカップも、まあ、日本代表は終わってしまって、まあこっからある程度、まあこういうデイリーのニュースも活発になってくると思いますんで、はい、それについてまたね、ニュースが出次第ね、話していきたいと思いますんで、はい、ぜひそちらの方を見てくれると嬉しいです。はい、ということで今回は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。バイバイ。